はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。皆様体調いかがでしょうか。私に言われたくないと思う方もいるかもしれませんが、だいぶね、暑くなったりちょっと気温落ちたりという日々が続いてますので、体調管理気をつけてくださいね。私はちょっと崩してしまって今週ね、2回も自主室お休みいただいちゃったんですが、徐々にね良くなってきましたので、多分明日からは自主室ね元気にやれるかと思いますので、またねぜひご参加ください。で、今日は SNS 禁止っていうテーマで話をしていきます。で、これはみんなに SNS 禁止したい、やしてねっていう話をするんじゃなくて、私、体調悪かったスタートが頭痛、偏頭痛から始まったんですよね。で、結構ちょっと今週きつくって、画面を見るのも辛かったんで、そのならちょっと SNS 一回立ってみようかなって、もちろん、ね、必要のことはこうツイートしたりしましたけど、いつもよりは見ることを減らしてですね、でどういう風に感じるのかなっていうのをちょっとやってみたんですよね。たかが 2,3 日なんですけど、その減らしたのは。でもやっぱ改めてね、やってみて思ったことがあるので、ちょっとそれをね共有できたらなと思います。で、今皆さんはきっと SNS で、LINE もね SNS に入っちゃうんだけど、 LINE は結構連絡ツールとして使う方が多いと思うので、どっちかというとこう不特定多数の人の情報が入ってくる。例えば、Twitter だったりインスタだったり、あと TikTok とかもそれに入るのかななんて気はしてるんだけど、その辺をね使ってる方も多いと思うんです。で、よくねこれ最近私記者の方にインタビューとかしてもらうときに、インタビューされたときに私1個ルールがあって、基本的には自分も1個質問するっていう、私が記者側になるっていうのが、なんかその方が楽しいなって思って、場がね、だからいつも聞くんだけど、でこの前もある女性の方にインタビューしてもらったときに聞いたんですよ。ちょっとなんか SNS の話になったんで、その方はすごいこうインスタとかね全部やってる方だったから、でそのフラッと見るじゃないですか、SNS って。で、見たときにそのどっちかというと、見た後にこう気分がハッピーな気持ちになるか、気分が落ち込むちょっとアンハッピーな方に行くかって言ったら、どっちが多いですかって聞いたんですよね。これちょっと皆さんも考えてほしくって、いいですか、もう一回聞くね。その SNS をフラッと見るじゃん、多分見ちゃうとさ、一回結構長い時間見ちゃうこともあると思うの、こうダーって情報見てて、その後見終わった後にどっちかというと気分が上がるか下がるか、どっちっていう。で、これもちろん統計を取ったわけではないんだけども、多分ね下がる人の方が多いと思ってるんです。で、もともと私はそれだったんですよ。なんとなく見てると、なんとなく落ち込むみたいな少なくとも見てハッピーになることはあんまりないなっていうのがあって、そのダラダラ見ちゃうとね、この人の例えば好きなさ芸能人の方とか、好きなその YouTuber の方が今日誕生日だって分かってて、見に行ったらみんなにめっちゃ祝われてるって、自分でさ情報を取りに行く場合っていうのは結構そのハッピーな気持ちになることあると思うんだけど、基本的にダラダラ見ちゃう時って情報をさ受け取ってるだけなのよ、取りに行ってないから。だからいろんな情報わーって入ってきて、例えばなんかすごい頑張ってる人とその自分を比べてしまって、自分が頑張ってないっていう自己嫌悪になることもあるだろうし、すごいリア充の方を見て、私なんてとかね、俺なんてダメじゃねえかって思っちゃうこともあるだろうし、あとは情報をそのわーっていろんな情報がさ入ってくると疲れちゃうから、その疲れによってなんか気分が下がるみたいなことにもなりうると思ってるのね。だから今回その SNS を3日ぐらいね、その経ったというか減らす前から自分 SNS を見るのって時間を決めていて、あんまり見ないんですよ、その1日の中で。この時間でまとまって見るみたいな、だからみんなからもあるリップとかもまとまってガンって見ることが多いんですけど、その方が心が健全でいられる気がしてたので、今回改めて3日間そういったSNS を減らすっていう風にやってみて、やっぱそうだなって思いました。これは別にみんながみんな全員が当てはまるわけじゃないんだけれども、少なくとも俺はそう、やっぱりダラダラ見てしまうのは何もいいことがない。そうで、さっきも言ったみたいに変に比べちゃったりとか、ただの自分の自己嫌悪スイッチを押しちゃうだけみたいな。そうなので、もし今みんなね SNS をやってる方で、何度も言うけど SNS をやらない方がいいとは思わないの。俺は別にやめるつもりもないしね、ないけど、自分でその必要な情報と必要じゃない情報をちゃんと取捨選択できるかっていうね、選んで捨てるっていうことができてるのかどうかっていうことを改めてちょっと考えてほしいし、時間制限を設けた方がいいと思う SNS は。そうだって、ダラダラ見すぎてさ、ダラダラ見ちゃったよっていう自己嫌悪ってほぼ 100% 発動するでしょ。で、それプラスせっかく時間使ってんのにさ落ち込むっていう、だったらもう見なくていいじゃん、そもそも。で、意外とね、依存率にもよると思うけど、意外と立てるよ、切れる。
そう、見なくてもいけるようになると思うから、ぜひね、もし今 SNS にめっちゃこう自分が依存しちゃってるなっていう気がしてる方は、なんかその辺の観点というか、うん、考えも持っていくと楽よ俺は楽よ、楽だった。だから俺寂しがり屋だから、すごく自覚してるんで、ちょっとね、こう頭痛が良くなってきて画面が見れるようになった時に、みんながなんか心配してくれてるかなとかって見に行っちゃうんでね、みんななんかリップくれてるかなって、そう見に行っちゃうんだけど、でもやっぱりこれがなんだろう、こまめにこう見に行っちゃうようになっちゃうと良くないから、まあ、まとまって見るっていうスタンスは多分これからも変えないんだけども、なんかみんなもね、 SNS との付き合い方っていうのを、自分がハッピーになるために、人生の主役は自分だから、自分がハッピーになるため、ハッピーまでいかなくていいけど、少なくともアンハッピーにはならないための付き合い方っていうのが、うん、なんか見つかるとよりいいんじゃないかな。多分 SNS を立てることはないからね、全部なくす人はないよね。できる方はそれでもいいと思うんだけど、なかなか難しいと思うから、だからうまく付き合っていく、うまく使っていくの、物事っていうね、ツールっていうのはね、だからそういう風に考えてもらえるといいんじゃないかなと思って、今週ねこの話をさせてもらいました。はい、ということで今週もここまでお付き合いいただきありがとうございました。冒頭にも話しましたが、寒暖差がある時で本当に体調管理気をつけよね。であとテストが多分そろそろ終わった方が多いと思うので、気は抜けるから、ふうってなるし、で6月ってめちゃめちゃ体調崩しやすいので、緊張感がなくなってくるから、張り詰めてたなんかこう気持ちがね、ちょっとプツってなりやすいので、なので少しね、自分の向き合っていいペースね、自分のいいペースでこう過ごしてもらえたらと思います。ではまたね、来週も何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。今週週間がね、皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。